この世には数多くのゲーマーがいます。しかし、いくら性能の良いコンピューターがあっても、学校や職場に通うときは、空間の制約によってゲーミングノートパソコンがなければ、公使用ゲームはできません。しかし、この問題を解決するためには、遠隔接続という方法があり、停止用ノートパソコンでも、公使用ゲームをプレイできます。Google 遠隔デスクトップ、TeamViewer、Parsec、AnyDesk など既存の遠隔プログラムが存在しますが、それぞれのプログラムは、レイテンシー遅延時間、マウス入力エラー、反応が遅くなどの問題点があります。しかし、ゲーミングに最適化された遠隔プログラムがあればどうでしょうか？ゲーミング最適リモートソリューション、ディープリンクです。まず設定方法について見てみましょう。まず、ディープリンクのホームページにアクセスします。第2に、ホームページからディープリンクプログラムをダウンロードします。現在は10以上のみ対応していますが、今後はトムモバイルバージョンが発売される予定です。第3に、ディープリンクでリモート接続する両方のデバイスにインストールします。インストールされているディープリンクプログラムを実行します。まず、使用する前に、ディープリンクブロックチェーンウォレットを作成する必要があります。このブロックチェーンウォレットはアカウントを保護し、予定されているエアードロップに参加することができ、空間的制約なしにいつでもどこでもディープリンクを使用することができます。ディープリンクウォレットの作成方法は次の通りです。まず、マイウォレットタブに入ります。2番目に、ウォレット生成ボタンをクリックします。第3に、財布に使用するパスワードを入力します。その後、ウォレットが作成され、自動的につながります。もし問題が発生した場合に揃えて復旧のため、シークレットキーをコピーすることができます。既存ウォレットにインポートします。では、ディープリンクのリモート接続方法について説明いたします。まず、接続するデバイスのとパスワードを入力します。次に、接続ボタンをクリックします。接続されたら、画面の上部にタスクバーを利用し、フルスクリーンなど様々な機能を使用することができます。すべての設定が完了しましたら、リモートで公使用のゲームを楽しむことができます。今日は携帯電話のディープリンクホームページで財布を作る方法について勉強します。まず、Chrome アプリケーションを実行してディープリンクのホームページにアクセスします。次に、上部のホームページのメニューバーをタッチして、ウォレットタブを選択します。第3に、財布を一番下に設置する方法を選択することができ、今日は Web の Chrome タブで進めます。4番目に、一番下の接続ボタンをタッチします。第5に、メールアドレスを入力し、認証番号を取得して登録を進めます。6番目に会員登録が完了したら、メイン画面でログインします。7つ目は、ログインが完了したら、財布を使うことができます。8番目に、一番下の設定タブをタッチします。9番目に、マイコードの表示タブを選択し、パスワードを入力します。第10に、画面上のシードワードをクリップボードにコピーするか、念のため保存します。生成されたウォレットのアドレスは、公式サブスキャンで確認できます。そして、その財布で DLC、アドロップに参加できます。
誰でも簡単に作れるディープリンクウォレットでエコシステムに参加してください。